目の前に女性がいる時のことじゃないですか。はい。なんかそこに行けてない人いると思うんですよ。なるほど。そういう人たちはどうやっていったら今後セックスができるようになるんですか。もう僕のモテのピラミッドあるじゃないですか。顔、金、人前に出る。はいはいはい。だから全員 YouTuber になれっていうね。だから僕が言ったら。その下に行くと、はい、まあ、清潔感だっけ。清潔感。あ、そうですね。清潔感が大前提。なんでかっていうと、セックスというのはこの人の遺伝子を残したいと選ばれることであるから、やっぱり健康であるとか、清潔感っていうのはもう健康な証だし。うん。修験さんの目の前にモテない男が来ました。うんうんうん。どうしてあげます、この人。僕そういう人を1週間でモテモテにさせる自信あります、ね、で一番最初は美容室行きます。美容室行って、はい、その人に合う髪型にしてもらう、うん、でその後服屋行きます。でマネキン買いする。店員さんに選んでもらったものでマネキン買いする。次に、ね、脱毛行かせますね。脱毛行ってつるんとさせる。本当にヒゲとか清潔感現れるし若返るから。へー。肌綺麗とかね。ヒゲ生えてる人あんまり良くないですか。いや、そんなことないの。だからヒゲも綺麗にできる人とかさ、トリミングされてる人、似合う人はいいんだけども、はい、もうこの時点でモテてないって言うんだったら、それできない性格の人だから。だったら、もうない方がいい。で、その後、ジム行って、ヒサロかな。筋肉つけて。筋肉もそうだし、まあ、トレーニングすると自信っていうか、体の使い方って揉んで張るしね。あー。うん、とかじゃない？具体的にいくつか行ったところって、どこにあるかとか聞いてもいいですか？美容室だったら、美容室。渋谷とか青山代官山の人気店に行けばいい。ホットペッパー見て見て、うん、ホットペッパー紙でやりましたね。紙で、え、違うの。もう今ね、え、スマホですよ。アプリです。え、アプリ今本屋。いや俺はこれだよ。アハハじゃないよあんたは。そうなの。若い子みんなこれか。若い子これかって言っちゃう。いや、おじさんならしょうがないよ。僕はもうザラとかお手頃価格。お手頃価格だし、うん、メンズは予約したらもう全身コーディネートやってくれるから無料で。え、そうなんですか。すごいな。常連になってくると前買った服も覚えててくれるから、前この色のデニム持ってましたね、それとすごく合いますよってやってくれる。だからマネキン買いしかできないんだけど、その組み合わせまで提案してくれるからすごくいい。それはいいですね。うん。ジムに行きますか。ジム行ってヒサロですね。これ